フェットチーネ・アルフレードは、フェットチーネとパルミジャーノ・レッジャーのバターを使用して作るパスタ料理である。料理名は、ローマのレストランの名前であるアルフレード・ディ・レイリオから取られている。アメリカ合衆国では上に揚げた材料の他に、ブロッコリー、パセリ、クリーム、ニンニク、エビ、鶏肉などを用いて作ることがある。この料理はもともとローマに旅行した。 アメリカ人観光客の間で人気だった料理であり、シェフが自身の名前を付けて営業していたレストラン、アルフレード・ディレイリオが提供していた料理であった。フェットチーネ・アルブロはローマの観光客の心をつかんだ料理だった。それはおそらくオリジナルのアルフレードがグランドオペラのスペクタクルを思い出させる料理であったからだろう。料理の歴史は1914年にディレイリオが 自身のレストラン、アルフレードで、フェットチーネ、アルブロの派生料理として、この料理を開発したことに始まる。当時、フェットチーネが食器に盛られる前と盛った後にバターを2回、加える料理が、ドッピオブロとして知られていた。ディレイリオのオリジナルの工夫は、思うように食事を取れない、妊娠中の彼の妻のために始めた、食器に盛る前に、 フェッドチーネと合わせるバターの量を2倍にすることであった。アルフレードは彼の妻が食事を再開したことでこの料理をレストランのメニューとして加えた。ディレイリオのレストランに通い詰めているものは1920年にハリウッドクシシの人気俳優であったメアリー・ピック・フォードとダグラス・フェアバンクスが新婚旅行で立ち寄り料理を囲んだことで有名になったと語る。 彼ら夫婦は社員を表すため、アルフレードに対して、彼ら二人がアルフレードのレストランで食事している様子を撮影した写真と共に金のフォークとスプーンを提供した。アルフレードはこれを誇りに思い、壁に写真を掲げた。アメリカで影響力が絶大だったピックフォードとフェアバンクスはハリウッドに戻ると友人や関係者に料理について伝えて回った。これにより、 新たな料理に関する情報が急速に広まっていった。アルフレード・ディレイリオは1943年5月5日に自身の店を売却した。新たなオーナーはレストランの名前、メニュー、伝統のレシピ、壁の写真、その他すべてのものを受け継いだ。2011年時点においてレストランはアルフレード・アンラ・スクローファという名前で営業を続けている。アルフレード・ディレイリオは 彼の息子アルマンドと共に、1950年に、ピアッツァ、アウグスト・インペラトーレで、イルベーロ・アルフレードという店を構えた。この店は、アルフレードの孫とイネス・ギレリオによって、現在も営業を続けており、祖父によって開発されたオリジナルのフェッツ・チーネ、アルフレードの伝統を守り続けている。1977年、アルフレード2とグイド・ベランカが、 フェットチーネ・アルフレードを提供する店として、新たに、アルフレード S という店を、ニューヨークのロックフェラーセンターにオープンさせた。このレストランの壁には休憩室を含め、全室にエール・ハーシュフェルドの絵が飾られている。フロリダ州のレイクブエナビスタにある、ディズニー・ワールドのエップコットに支店が設けられたが、2007年9月に、エップコット支店は閉店となった。フェットチーネ・アルフレードは、 アメリカ合衆国のイタリア料理店では一般的に見かける料理となっている。イタリアやヨーロッパではフェットチーネ・アルフレードという名前は一般的に知られていない。ローマでは通常この料理をフェットチーネ・アルブンロと呼ぶ。ピエモンテ州ではタリエリーにバターとトリュフを使用して料理が提供されている。トマトを加えたフェットチーネ アルフレード・フェットチーネ・アルフレードはコストを抑えるために代用品を用いた様々な種類が存在している。クリームをバターに変えるパルミジャーノ・レッジャーノをアメリカ産のパルメザンチーズのような安価なチーズに変更するなどが一般的に用いられる方法である。チーズは濃厚さを増す。少量のルーをソースに混ぜ込むことで濃厚さを生み出す方法もある。時に、 味わいを変化させるため、アジア語チーズや、ロマーノチーズのようなチーズが使用されることもあるし、フェトチーネ以外のパスタを使用することもある。一品料理として提供するため、鶏肉やエビ、豆などの野菜を乗せて提供することもある。他にも、クリーム、バター、チーズに加えて、卵を入れるという製法もある。アルフレードソースは、アメリカ合衆国では、多くの食料品店で、 レトルト食品として販売されている。チーズで濃厚な味わいを出していたオリジナルのソースと異なり、このソースはコーンスターチを代用品として使用している。ありがとうございます。